皆さんこんにちは、ぼっち情熱応援団団長です。そして皆さんこんにちは、ぼっち情熱応援団田口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はいただいた相談にお答えしていくコーナーでございます。はい、よろしくお願いします。はい、コメントご紹介させていただきます。はい、いつも楽しくお酒とともに見ています。ご相談があります。来春子供の卒園式があります。上の子の卒園式の時には時計に全く興味がなかったんですが、今回はきっちり決めたいと思っています。そこでどれがいいのか決めかねている状況です。僕は体格のせいかケースが大きい時計を好む傾向があります。ケースが小さいものは似合わないと思っているところもあります。今持っているものはエドックスの 44mm のものです。普段は全くスーツを着ないので、かっちりスーツに合うものだと普段使いしないのではないかと、どう選べばいいか悩んでいます。ロレックスは1本欲しいので、スーツにも合って普段使いしやすく、ケースも小さくないものとするとエクスプローラー40かなと、そのぐらいしか思いつきません。清々しい気持ちで卒園式に参加したいので、皆さんの知識をお貸しください。ちなみに180cm、78kg、手首周り19cm で、キラッとした文字盤を見るとテンションが上がる習性がありますということで、はい、コメントいただきました。手首周り19cm は羨ましいですね。ガッチシですね、すごく、ね、で今画面の方にいただいた、はい、プロフィール、あと状況まとめております。そうですね、はい、エドックスの 44mm をお持ちっていうことなんですけど、エドックスの時計って大体大きいので、ちょっとどれかわからないんですけど、はい、結構わかりやすく派手なデザインのものが多いですね、はい、っていうのを今お持ちで、卒園式につけていくっていうことはビジネススーツよりもっとフォーマルなもの、そうです、もっとドレッシーになるのかなっていう気はしますね、はい、それに果たして合う時計があるのかって言った時に、まあ、エドックス44だと、うん、結構きっとご本人になってるんでしょうね。そうでしょうね。別にこれは気持ちの持ちようで問題ないっていう場合もあるんですけど、うん、はいはい、まあ、今回でもご本人が気になっちゃってるから、うん、次を選んでいきたいということなんですね、はい、卒園式、卒園式経験あります？はるか昔、はるか昔娘さんの卒園式か、なるほど、ということで、はい、まあ、今ご本人が気になってるものでいうとエクスプローラーの 40mm サイズがあるっていうことなんですけど、これ以外のもので我々選んでみましたので、はい、お伝えしていきたいなと思います、はい、じゃあ早速見ていきたいと思うんですけれども、はい、私先にもうコメントで返信してるんですね、この方に、はい、でその中で言ったのがエクスプローラー1の40を見るのであれば、はい、合わせてぜひ見ていただきたいのがオイスターパーペチュアルの 41mm、はい、ですよっていうふうにはお伝えさせていただきました、まあ、ダイヤルカラーたくさんあるんで、これはなかなか手に入らないけどちょっとセレブレーション、これ以外のものであれば手に入れやすくなってるので、はい、まあ、例えばドレスアップするってなったらシルバーとか、うん、まあ、この辺が使いやすいかなと思いますね、っていうのでお答えはさせていただきました、はい、どうですかシルバー文字盤のオイパペ41、キラッと感がありますよね文字盤。オイパペはそう、まあ、オイパペ41に限らずです、全部ではないんだけど、うん、セレブレーション以外はラッカーではなくて、はい、三連になってるので写真で見るよりも結構キラッと感があって、うん、あとロレックス全部そうなんですけど、はい、インデックスっていうのはこの部分ですね、はい、5分おきにあるこれ、はい、これの外枠の部分、あと針、うん、これゴールドでできてます。これいいですね、シルバーとゴールド、はい、バランスがちょうどいい。でちゃんとここも18金なの で磨いてある。そうなんです、ここ18金なんですね。そうなんですよ。あ、そうなんだ。っていうところでここの反射の仕方っていうところも通常のステンレスであったり真鍮であったりそういったものとは違った輝きを持っているっていうのがありますね。うん、割とおしとやかなデザインなんだけれども、ちゃんとキラッてしてほしいときはキラッてしてくれるっていう時計です。サイズ的にも手首周り19センチの方、うん、まあ、大きいというよりはちょうどよく収まる感じなんですかね。多分コマ調整いらないかもね、あ19だと、はい、そのままフルコマで使えるんじゃないかな、うん、きっと。そうですよね、うん、それくらいのサイズですよね、はい、というので、まあ、華やかさもありね、金とシルバーとどっちも持ち合わせているっていうので、はい、今回卒園式に使う、そこからの日常使いになるから、この金色の針とかを見ながら、あ、卒園式で使ったなっていうのを思い出していただきながら、うんうん、子供の成長をその後も見守るみたいなね、あ、いいですね、感じで使っていただけるといいのかなと思いました、はいはい、でタグッチチョイスで言うと、はい、デートジャスト、デートジャスト41です。やっぱりそのサイズが大きめの方がいいっていうことだったので、うん、まずサイズから決まって41、はい、あと色はこれでベゼルは、まあ、お好みでって感じですかね。そこはここはお好みでなんだ。あの文字盤がキラッとしてるものがお好きっていうことなので、うん、あのフルーテッドもちろんめちゃくちゃキラッとするので、はい、そこも合わせてもいいですし、うん、まあ、ちょっと落ち着かせてさっきのオイパペみたいな、はい、ドームベゼルかスルースベゼルか、うん、でつるっとした状態の方でも
いいと思いますし、ブレスレットは、ブレスレットは多分オイスターの方がいいんじゃないのかなって、こっちね、普段使いっていうとね、はい、そうですね、普段使い、はいはい、あとは多分体格が結構いい方なので、うん、ジュビリー合わないってことではないと思うんですけど、うん、オイスターの方がスポーティーなテイストになると思うので、うんうん、こうがっしりとした体格に合うんじゃないのかなって、はいはい、で文字盤今結構いろいろめちゃくちゃあるね、めっちゃいますね、デイトジャスト文字盤こんなあるんだね、うん、すごい。で文字盤の美しさっていうところで言ったら、うん、僕がやっぱ好きなのは青の色、ブルーダイヤルがすごい、はい、この辺ね、それとかそれとか、そうですね、うん、これ見てみようか、はい、ローマインデックスのモデルですね、はい、こんな感じです、めちゃくちゃ綺麗ですね、ね、あと青さ加減がすごくちょうどいい、やっぱ土定番だしね、はい、デートジャストね。であとはその卒園式っていうことなんですけども、うん、あの今画像の状態であるメタルベルトでもいいですし、はい、あとは革ベルトを交換したりとか、うん、まあ、一緒に買い足したりとかしてもいいのかなって、うん、革の方がよりそのスーツとか、そうだね、結構簡単に変えられるから、うん、例えばスーツ C の時だけアリゲーターとかクロコダイルにツヤ感のあるね、はい、に変えて使うとかはありかなと思いますね、うん、で普段夏とかはメタルの方がいいと思うので、うん、そこで変えてみたりとか、うん、まあ、そういうことがやりやすいモデルだと思うんですよね、デートジャストっていうのは。そうですね、あの土定番の形なので、はい、まあ、ということでエクスプローラー1の 40mm 見るのであれば、はい、ロレックスついでにこの辺も見ていただきたいっていうのを今2つ並べてみました、うん、はい、あとはそのどっちも購入するときにもちろん正規でも買いやすいモデルたちでもありますし、そうだね、中古でもワンチャン別にいいかなって分かる人によっては金額次第ですけど、中古じゃなくても新品の並行輸入でもいいし、あ、そうですよね、うん、全然あるし、そのデイトナとかサブマリーナほど値段爆上がりはしてないと思うので、うん、そうだね、そんなに差がないかな、もしかするとね、うん、もしかしたらこの色によってはあるかもしれないけど、はいはい、まあ、でも買いやすいと思う、急いで買う場合はね、だって卒園式って、うん、多分もう 2,3 ヶ月ぐらいなんじゃないですか、来年の4月っていうのはコメントいただいた段階での来年なんで、はい、これ今動画の公開の場合はもう今年ですよ、そうですよね、2024年の頭ですもんね、はい、多分これ今っていうともう数ヶ月でしょ、っていうと正規で買うのは結構難しいですよ、うん、ってなると並行輸入で買われるのがいいのかな、うん、ありがとうございます、はい、でそれ以外のもので言うと、はい、これ系、まあ、これ系っていう言い方難しいんですけど、キラッと系ですか、キラッとしていて普段使いもできる、スーツに合わせても別になんだ違和感がない、うん、ブレスレット付きのスポーティーなスペックも持ってるんだけどスポーツウォッチじゃないやつみたいなのっていろいろあるんですけど、はい、私最近推してるのがこれ、ノモスのクラブスポーツ、あー、ネオマティックっていうモデルです、オイパペみたいな感じでしょ、ですね、でしょこのカラー展開、これポストオイパペだと思ってるんですよ、あ、価格はだいたい半分ぐらいですね、そう、価格は半分ぐらいで、まあ、スペックで言ったらね、まあ、どうしてもちょっとロレックスには劣る部分は当然あるんですけど、はい、まあ、今回のデートサイズはこの辺がいいのかな、 42mm、 あ、結構大きいですね、ちょっと大きめですね、 42mm サイズ、ただ厚みがね薄くて 10 点いくつしかないですね、あ、いいですね、厚みすごく使いやすいサイズにまとまっているの、こういう、うん、結構デザインも綺麗で、うん、ドイツの時計なんですけど、ドイツの時計って感じでしょうらしいそうそうらしい、でロレックスにはない裏付け、あ、いいですね、なので例えばムーブメントを見て楽しむ、あ、結構綺麗ですね、っていうこともできますね、はい、うん、まあ本当にこの辺もドイツの時計って感じでしょ、うん、この綺麗さ、裏も抜かりなくね、青いネジとか、あ、赤いルビーとか綺麗です、ね、そういったところを使ってるあたりもドイツっていう感じがする、はい、でこれいいのが30気圧防水なんですよ、はい、おお、確かに書いてある30 ATM、 多分エドックス使い慣れてる方だと、うん、多分すごく親和性のある使い勝手っていう意味でも結構ガシガシ使ってもいいし、安心感ありますね、うん、泳いでも大丈夫だし、はい、そうですよね、っていうので、そういう意味ではスペックだけ見たらスポーツなんだけれども、はい、厚みが 10 点いくつ11ミリ切ってるぐらいの厚みであるっていうことと、このデザイン、この綺麗めなデザインっていうところ で色がこれともう一個あるんだけど、ブルー42だと黒かブルーってことですね、黒かブルーなので、使いやすい方を選んでいただければいいのかなと思います、はい、値段がね何せいいのでいいです ねあと今ちょっと画像見てて気になったんですけど、うん、これあのバネ防外しなしでベルト変えれるやつですね、つまんで変えれる、つまめるじゃん、つまんで変えれる、ね、なるほど、ということはここをつまんで、はい、別のベルト、うん、別売りのベルトに変えればよりスーツにも合うものになると。そうですね、さっきデートジャストはバネ防外しがいるやつでしたけど、うん、これは多分工具なしで変えれるやつだと思います。いいね、うん、
その辺までひっくるめてもいいね、この時計。いいですね、なんかいいですね。カーベルト買い足しても60万ぐらい、はい、いいカーベルト買っても多分それぐらいじゃないですか。あ、これ交換してるわ。やっぱりやってます ね、 ね、あ、NATO っぽいベルトいいですね、その感じ、うん、普段使いしやすい。これまさに綺麗な服装と合わせてますよね、うん、白シャツ、はいはい、黒パン、はい、ね、あ、そんな感じか、なんか綺麗、めちゃくちゃいいでしょ。いいですね。あ、ポスト追いパペはすごく分かる、わかるわかるでしょ。すっごいわかる。そうなん、めちゃくちゃこれはだから、今年押していこうかなって思ってる時計の一つ。ラグ細くていいですね、なんか。ね、ちょっとドレッシーかっこいいよね、これ。うん。もう、付きあらば自分でも欲しいぐらい。ちなみにデイト付きが42ミリだけ。ああ、ね、その中に39ミリと37ミリがあるんですけど、はい、そっちはデイトは付いてないです。結構そのサイズ展開あるのもいいですね。ね、なんか人によって選びやすいし、うん、あとはペアとかで、ね、価格だったら、この価格だったら、ね。そうですよね。考えられる。で、サイズによってムーブメント変えてるっていうところもすごくドイツっぽくてね。ああ、いいですね。そうなんだ。そういう面白さがいっぱい詰まった時計、はい、弱点が少ないものを選ぶっていうところでたどり着くモデルだと思うんだけど、うん、その中でも結構個性があって面白いと思う。で、この顔で300ボースやるんですよね。そう、すごくないですか。すごいでしょ。いい、刺さるでしょ、こういうところ。なんかいいですね、ぜひ。はい、いいと思います。というところまで見ていただくと、はい、このジャンルはいいのかなと思いました、うん、はい。じゃあ次行ってみたいと思うんですが、はい、次これはタグッチ君のチョイスですね。はい、選んだ。ポルトギーゼコレクション。はい。はい。まあ、いただいたコメントにストレートにはまっていくもので、選んでみたっていう感じなんですけど、うんうん、まあ、ポルトギーゼのどれっていうのはまだ、特に決めてはいない。あ、どれでもいいんだ。はい。文字盤の美しさっていうところですよね。その青なんかは結構わかりやすいですけど、すっごい綺麗。サンデーが。すっごい綺麗だね。そう、ポルトギーゼの文字盤ってマジで綺麗なんですよ。うん。そう。てか、そこがまず一つ、はい、おすすめのポイントと、あとはまあ、大きさですよね。結構大判。これ女性がつけてますけど、うん、結構大きいね。多分その、ケース径が大きいっていうのもありますし、うん、あとはベゼルの部分が結構薄いんですよね。そうだよね。文字盤が結構ね、はい、外にこうグワッと広がってるから、うん、結構大きく見える。数字よりも大きく見えるよね。うん、っていうところ。うん、で、あとカーベルト、今映ってるのカーベルトですけど、うん、多分、卒園式のシーンだったら革の方がいいのかなっていうふうにも思います。はい。はい。ツヤ感が多分アリゲーターのストラップだと思うんですけど、うん、文字盤のツヤ感とアリゲーターのツヤ感すごく合うんじゃないかな、ね。めちゃくちゃいい時計だよね、うん、ポルトギーゼも。あとは何でしょう。ここは僕の想像なんですけど、はい、この方どんな人なのかなって想像した時に、はいはい、娘さん2人いらっしゃって卒園式でこう、まあ、決めていきたいっていう方なので、うん、誠実そうな人なんじゃないのかなっていうイメージがあって、なるほど、まあ、そのイメージが勝手なイメージですけど、それとポルトギーゼが合うかなっていう、はいはい、ちょっと余談ですけどそういうのもあります。なるほど、はい、まあ、お子様の卒園式だから主役はお子様だろうっていうご意見も多分あるかなと思うんですよ、うんうんうん、まあ、ただ結構私この経験上ね、はい、言いたいこととしてはやっぱりそこに花を添えるっていう意味で親がちゃんとしていくっていうのはすごい大事なことだと思っていて、確かにそこで時計を選ぶっていう、うんうん、この感覚は素晴らしいことだなと思います、うん、コメントでもそうですね、今回はきっちり決めたいっていうことなので、はい、まあ、そういうきっちり多分服からね、うん、選んでいかれるんでしょうね。素敵だと思います。いいじゃないですか、はい、まあ、というのもありポルトギーゼ選んでみました、うん、はい、はい、いいと思います。次行ってみたいと思うんですが、はい、これ系で言うともう一個田口くんチョイスかね、はい、その路線からよりスポーツ感をちょっと、うん、テイスト増やしてみた、うん、はい、クラシックフュージョン。クラシックフュージョンなんかすっごい想像の世界ですけど、はい、似合いそうだよね。似合いそうなんですよ。似合いそう、まあ、体大きい人だってこれ180センチ78キロってもうだってこれスポーツ選手、うん、そうだね。手首の太さも骨が太いっていうことだから、うん、恵まれてますよ体格、うん、絶対似合うよ、ね、絶対似合うんですよ。だから一番大きい45ミリのサイズがいいなっていうふうに思ってチョイスしました、うん、はいはい。でこれもまあポルトギーゼと一緒で、まあ、色とかベルト、うん、ラバーか革かっていうのも、まあ、特に決めておすすめはしてないんですけど、うん、多分45ミリのサイズがまずいいかなっていうところ。色でいうとどの辺がいいんだろうね。僕個人的にクラシックフュージョンで好きなのは黒なんですよね。黒かサンレイの今なんか映ってたスレートグレーみたいな、これ、はい、っていうのはよく話すんですけど、うん、クラシックフュージョンってスーツに結構合うじゃないですか、うん、合います。イメージそのスポーツ選手だったりとかがしてるイメージ、サッカーのこういうタイムカードのイメージなのでわかるわかる結構スポーティーなって時計、スポーティーな時計であるのも違いないんですけど、うん、スーツに結構合うんですよ、うん、なんかそういうところで外しないようで実は結構おすすめしたい、今回のシーンでおすすめしたいので
体格とかも相まってラバーベルトであるっていうことも含めてラバーでもいいと思います、うん、革でもいいと思います。意外とね、まあ、あの時計本体が綺麗であれば、はい、ラバーだからといってスーツに合わないっていうことはないんですよね、うん、全然。そうですよね、別にラバーってそんなにスーツに合わないものっていうわけではないと思うんですよ、うん、特にビジネススーツの場合はね、気にしなくてもいいかなとは思う、はい、まあ、今回だから娘さんの卒園式でタキシードを着ていくっていうとまたちょっと話は変わってくるのかなと思うけど、あ、そこまで行くとだいぶ変わってそこまで行くなら革に変えたいはあるけどね、多分そこまでではないと思うので、まあ、一番の理由としてやっぱり体格がすごくがっちりしてる方なので、うん、一番大きいクラシックフュージョン、あのスポーツ選手みたいな感じでつけてってみてほしいなっていう、うん、つけてスポーツ選手みたいな感じでつけていくってかっこいいね、かっこいいですよね、かっこいいお父さんだね、うん、でその式が終わった後じゃあ普段使いしようって言った時にも、うん、意外とクラシックフュージョンはそこまで圧がないから使えるよね、うんうん、そうウブロではあるんですけど、うん、全然そう圧がないっていうビッグバンみたいな、はいはい、ビッグバーンみたいなゴリゴリしてない圧はないじゃない、ないない、ね、使いやすいですよね間違いなく、うんうん、イケメンのスポーツ選手なんですだから本当に、うん、いいなイメージはこれもすごくイメージできるなと思います。はい、はい、で私からこれ系でおすすめしたいの、はい、これ系っていうまたさっきからくくりが難しいんですけど、はいはい、まあ、ベルトが要するにブレスレットではなくて、うん、でちょっと綺麗めな顔を持っている時計っていう意味でくくらせていただくとちょっと色気系ね、ああでいうとオメガのコンステレーション、ここも一応見てほしいなと思います。で見ていただくのであればぜひコンビネーションのこのカラ ー、これ 41mm なんですけど、これいい色ですね、いい色でしょう。これ文字盤なんでしょう、不思議ですね、スクラッチじゃないけど、スクラッチではないけどなんかこう模様が入ってるよね、うん、でこの模様が入ってるっていうところのいいところは、はい、いい意味でこの間延び感が出るんですよ、あフラットに見えるんですよね、うんうん、例えばこの段差をつける文字盤とかも結構多いじゃない、うん、真ん中とその外側とこのエニッツレールで、はい、段差をつけて奥行きを出す薄型時計にありがちな、うん、そういうアプローチがあるんですけど、はいはい、そういうものではなくてパルミジャーニフルリエとかもそうなんですけど、あ文字盤真っ平らなところに彫り模様を施すことで、うん、ちょっとこう広げて見えるようにしてるんですよね、はいはい、なるほど。でだからあえてこうすることによって何が起きるかというと薄く見えるんですよ、よりドレッシーに見えるんですよね。そうなんですね、うん、厚みを見せるっていうそのアプローチすごい大事、うん、で例えばタンブールとかそのあ、はい、にやり方をしてるけど、ね、あれはスポーツのアプローチなんですよ、はいはいはい、厚み奥行きを見せるっていうのは、うん、じゃあドレスはどうなんだっていうとこれは逆にフラットに見せることで、うん、エレガントに見えるっていうのがあるから、なるほど、大きく見せるってことなんですね。そうなんです、間延び感を変えて出して、はい、っていうのでこれはそこはすごくね上手に作られてるなと思います、うん、カラーも含め合わせやすいよね。カラーも含めていいかもしれないですね。何使いもしやすいでしょうし。とはいえ裏がマスターコアクションなので、ねね、こんな綺麗な顔してるのに1万5000ガウス退治っていう、はい、とんでもない、まあ、理論上 MRI に入れてもぶっ壊れないぶっ壊れない、うん、理論上ですけど ね、はい、まあ、入れる人いないですけど、まあそういうスペックも持ち合わせてる、うん、高精度ウォッチです、ね、はい、高精度なスペックを持って、はい、これ防水は5気圧、はい、50メートルですね。50メートル防水、まあ、ちょっとそこが足りないかなっていう気はするけどね、うん、足りないっていうかエドックスと比べたらね、まあ、まあそうですけど、まあ、普段使いする分には、うん、特に問題はない感じです、ね、そうですね、うん、はい、というので今見てきたのがポルトギーゼ、はい、ブレスレットではなく革系の、まあ、革もしくは、うん、まあ、ラバーですけどね、これはね、はい、の綺麗めな顔を持つ時計ということで選んできたのがこのジャンルです、はい、続いて続いてですけれども、はい、ご本人のチョイスエクスプローラー1 40mm っていうところを見たときに、うん、そのアドベンチャー系の時計、まあ、エドックスも含めね、はい、結構こうやんちゃに使える時計がお好きなんじゃないかなっていうところ、なんか捨てきれない気もしたんですよ。うん、まあ、そういったものがやっぱり好きで大ぶりなものが好きっていうところも踏まえていくと、うん、まあ、それ系のエクスプローラー1系のもので選んでいくって言った時にはこれもぜひ見てほしいなと思って選んだのがこれ、うん、はい、IWC のパイロットウォッチマーク20、マーク20、新しいパイロットウォッチのシリーズですけど、はい、これサイズでいうと 40mm 系なんですよ。なんでエクワンと同じなんですけど、あ、そうなんです、違いとしてはブレスレットかな。ブレスレットが多分一番大きい違いじゃないですか、ね、うん、違いかな、はい、これでブレスレットってロレックスの付け心地めちゃくちゃいいんですけど、うん、IWC も付け心地めちゃくちゃいいんですよ、うん、なのでそこまで含めてどっちが好みかってこれ人によって違うはずなので、はい、ロレックスを着用してみていいなと多分思っていただける、これは間違いないですよ、うん、はい、IWC も絶対思っていただけると思うんです、うん、いいなって。その上でどっちが普段つけてて違和感がないかなっていうところまで含めて見てほしい、うん、
やっぱり普段使いでこの後長く使っていくと思うので、はい、こうつい手に取ってしまうっていうのは大事だと思うんですよね、うんうんうん、そうですね、うん、その時にやっぱちょっとでも違和感があるものっていうのは、うん、手に取りづらくなってしまうから、はい、着用感を知るっていう意味でもこれはぜひ見といてほしいかなっていうので選んでおります、うん、5連の IWC の胸セットがめちゃくちゃ着用感いいですよね。これすごいよね。すっごい滑らか。これすごい、うん、本当によくできてる。これ画像で見ても内側の面取りとかもすっごいしてあるんですよ、うん、だから手首に当たる部分とかも、あ、そう、その辺ですよ、まさに綺麗なので、ここね、肉眼で見ても分かるこの面取りね、うん、結構大胆に。カルティエの面取りとかも綺麗だけど、はい、肉眼だとあんまり分かんないもんね。肉眼だとちょっとあの逆に少し尖って見えるんですよ。そうだよね。だけどすごい着用感めちゃくちゃいいんですけど、うん、あれこれはもう分かりやすく削ってあるんで、うん、もう分かりやすく付け心地抜群にいいです。そうです、そうですよね、はい、このコマの詰め方とかもうまいよね、うん、あとはまあ見た目っていうところでは文字盤のこの感じ、はい、エクスプローラー1は369アラビアに対してこれは全部アラビア、うんうん、まあ、パイロットウォッチなので、はい、より見やすくなってるっていうのはありますかね。めちゃくちゃ視認性良さそうです。めちゃくちゃいいと思う。めちゃくちゃいい。超見やすそう、うん、はい、まあ、これはありかなと思いました、うん、で、あと田口くんから最後おすすめ、はい、おすすめというかエクワン見るならエクツーもってことでしょ。そうですね、その路線でエクツー、その路線でエクツー、あとは多分そのサイズだったりとか、うん、あとはまあやっぱりさっき のクラシックフュージョンの時もそうでしたけど、うん、体格が結構大きい方なので、うん、ここもこれまあ 42mm なんですけども、うん、エクスプローラー2の方もぜひ見てみてほしいなっていうことですね、うん、ね、うん、っていうとまあ結構おすすめが今回めちゃくちゃ多くて、結構ありました、ね、何本見てきたんだっけ、まあ、ここからだから 1,2,3 これクラブスポーツね、はい、3,4,5,6,7,8本、8本ですね、今回見てきました、はい、4本ずつそれぞれ選んでますね。で、改めてこの8本見て、うん、じゃあ最後1つずつ選んで終わりにしていきたいと思うんですけど、はいはい、僕やっぱり一番推したいのはクラシックフュージョンなんですよ、ね、おー、はい、うん、これね、まあ、この色に限らずだけど、この色に限らずクラシックフュージョンの、うん、多分 45mm がいいと思います、はい、下にウレーシンググレー、はい、大きさ的にあえてブラックマジックとかに行ってみるのも、ね、ブラックマジックもいいですね。真っ黒のいいね、真っ黒の、はい、やつもいいと思います。やっぱりさっきこのモデルの時も言ったんですけど、うん、あのかっこいいスポーツ選手につけててほしい、うん、まあ、スポーツ選手の方ではないと思うんですけど、はいはい、この方は、うんうん、体格だったりとか、あとはそのお子さんがいるっていうところだったりとか、卒園式で、あの、まあ、ちょっとかっこつけたいっていう気持ちがあると思うんですけど、はい、言った時にあのクラシックフュージョンっていうのはそのスーツにも合うし、その後の普段使いももちろんしやすいっていう、まあ、ちょっと繰り返しになっちゃいますけど、うん、とあとこの方の好みの文字盤が綺麗っていうのも抑えてると思うので、うん、今回の4本の中では僕は一番おすすめしたいものですかね。いいじゃないですか、はい、でラバーか革かっていうのは多分本当あのどっちでもいいと思います。あの、はい、ベルト交換についてもラグのところに2本、あ、それですね、あの H 型のドライバーがあれば変えれるらしいんですよ、ね、H 型のドライバーっていうのはいつもらえるんですか。分からない、買った時にもらえるんですか。どうなんでしょう、でもまあお店にあるんじゃないですかね、もしかすると。それか多分 Amazon とかにもあると思いますけど、うん、まあ、そういうのでこうラバーと革を付け替えて、うん、普段使いとスーツシーンとそれで付け替えて、はい、楽しむってこともできると思います。なるほど、はい、素敵だと思います、はい、ありがとうございます。私おすすめはどうだろうな、でもロレックスどうしても欲しいみたいな雰囲気やっぱり感じてしまったので、これかな、オイパペ、はい、オイパペ41のシルバーゴールド、うんうん、これがすごくやっぱ華やかだし、普段使い自分でもこれは普段使いしやすいなと思える、うん、私が持ってるのはブルーですけど、はい、やっぱオイパペってめちゃくちゃいいんですよ、うん、いや本当使いやすい、どこがいいかっていうのに答えられないんですよね、うん、そうなんですか。そう、どこがいいって言われても、はい、うん、まあ、全部いいよズバ抜けていいところがない。あ、確かにズバ抜けてっていう要素は、うん、確かにないかもしれない。全くそれは分からない、うん、ズバ抜けてここっていうのはないんだけど、はい、全部見た時に、ま、全部80点から85点ぐらいを取れる時計だなと思う、うん、確かに、ね、なんで最初のロレックスの1本目としてもすごくおすすめだと思う。これでしっくりくれば、はい、これでしっくりきてから X2 とか行くのは面白いかもなって、うんうん、そうですね、思いますね、うん、はい、というので、ま、そういう意味もあるし、あとこの時に言ったようにそのゴールドが入ってるっていう面白さ、うん、そこを僕知らなかったです ね、あのいいですね。これもぜひ花を添えるっていう意味で使っていただきたいなと思いました、はい、といった形で今回8本それぞれおすすめを見てきましたけれども、これ以外のおすすめ、あとはこの中でどれがおすすめですとかがあればぜひコメントで視聴者の方も教えていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。お願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。